おはようございます。西村愛です。災害と防災を考えるネットワーク 1.17、1317回目の放送です。阪神・淡路大震災の発生から先週1月17日で27年を迎えました。6434人が亡くなり、今もなお行方不明の方が3人いらっしゃいます。リスナーの方からメッセージが届いています。伊丹市にお住まいのラジオネーム白あんすきやねんさん、1月16日にいただいています。ありがとうございます。私も被災者ですが、この時期になると辛くなります。祈りに出かけたいと思います。当時被災されたんですね。この辛い思いと改めて向き合う1月17日。神戸市中央区の東遊園地では 1.17 の集いが開かれました。灯籠の明かりで忘れない 1.17 の文字が形作られ、地震発生時刻の午前5時46分、訪れた人たちが手を合わせました。午前5時46分ちょうどお知らせします。黙祷。がれきのな下にはな埋まっとったんや、女の人がな、若い人が。でその上にも日が迫ってきてな、助けられへんかったんや。その声がまだ残っとるの。いまだに思うわな、自分ぐらいで変わったんだよ、こうやって思ってな。2階に住んでて1階の方が4人亡くなられたんで、毎年お参りに来ます。母は直接じゃないけど、もうちょっと後遺症みたいで、もう2ヶ月後に亡くなりましたからね。家がなくなって、で東京の妹とこう預けてたんですけど、帰りたい帰りたい言い持って亡くなっていったんです。27年経ちましたが、辛い記憶がなくなるわけではありません。今も続いています。会場で目立ったのは若い世代でした。高校生や大学生、親子連れもいらっしゃいます。今回初めて来たという親子と大学生の声を聞いてください。小学2年生の娘が学校の授業でこの集いのことを知ったみたいで、それで行きたいっていうのを昨日夕方急に言われて来ようかなって。やっぱりちゃんとこういうちゃんとした集いっていうのに来るっていうことの大切さっていうのは分かりました。すごく27年ぶりに思い出したっていうか、まあ、大事だなって思いましたね。今日来てみてどうでしたか？緊張した。なんかさ、いろんなさ明かりとかがさあってさ、いろんな話しててさ、緊張しちゃう。私出身は九州なんですけど、大学で神戸に来て、で今日同級生と一緒に、先輩後輩と一緒に来ました。けどせっかく神戸に来たので1回は来てみたいなと思ってたので、でその時に誘ってもらって、じゃあ一緒に行きますって言って来ました。来る前はやっぱり生まれる前のことですし、ちょっとこうやっぱテレビでとか昔の映像で見るものっていう感じで、ちょっと過去のことっていう感じがしてたんですけど、今日実際来てみたらこんなにたくさんの人が来ていて、さっき瞑想空間を通ってきたんですけど、名前のところを触ってらっしゃる方がいて、で実際にこうやっぱ人が亡くなって、身近な人を亡くされた方がいるんだなとか、写真を見て自分の知ってる街とか見たことある景色がこんな風に壊れてたんだなっていうのを見ると、なんかすごくこう身近にというか、過去のものっていう意識はあんまりなくなって、なんかもっと身近に感じるようになりました。この瞑想空間には亡くなられた方の名前が刻まれた銘板がずらっと並んでいます。まさに大切な人に会いに来る場所
でもあるんですが、この震災を経験していない方にとってはそういった亡くなられた方を思う、そういったね、皆さんの悲しみと向き合う場所でもあるんですね。テレビの映像や教科書の写真からは感じられないことがここにはあります。私も阪神淡路大震災は中学1年生の時テレビで見ていた世界だったんですが、1月17日にこの 1.17 の集いを初めて訪れた時に、大切な人を亡くされた皆さんの悲しみが波動のように心に伝わってきて、初めて自分ごとに変わりました。今年の1月17日の午前5時46分、リスナーの皆さんはどこで何をしていたんでしょうか。私は自宅のベランダで一人で黙祷を捧げました。子供たちを起こさないようにそっとベッドを抜け出して台所でお弁当を作っていると、配信ライブが始まりました。先々週のゲスト、2代目語り部の小宮山美久さんが彼女の地元淡路島の北淡震災記念公園からスマートフォンのアプリを使って生中継をしていたんです。27歳の美久さんならではの方法ですよね。小宮山美久さんのお父様の小宮山正幸さんは北淡震災記念公園の総支配人であり語り部をされています。美久さんは当時生後2ヶ月、阪神淡路大震災で一番被害が大きかった北淡町で被災しました。東京の大学に進んだ時に周りの友人が阪神淡路大震災のことを知らずショックを受けます。私が震災のことを伝えていかなあかん。若い世代におなじみの配信アプリで2年半前から語り部の活動をスタートしています。この追悼式では少量流しや地元の方々がふるさとを合唱、そして午前5時46分に黙祷。小宮山さんの配信を見ながら全国各地、そして海外の方も一緒に祈りを捧げていたかもしれません。配信を見ている人からのコメントの中には、小宮山さんに出会ったからこそ震災のことを考えるきっかけができた、私も何か協力をしたいという言葉もありました。オンラインで皆さんと語り合いながら一緒に黙祷するのは一体感があり、より温かな気持ちになりましたね。黙祷の後は献花をしている方をバックに語り部として当時のお話を語ってくださいました。ただ事実を話すだけではなく、美久さんは冒頭でこう語りかけました。いつもなら午前5時46分、皆さんは何をしていますか？布団の中かな？この一言で一気に自分の生活に結びつくんですね。過去の震災の話が自分ごとに感じる扉を開けてくれたなと思います。先々週の番組でも語ってくださった北淡町で震災による火災で亡くなったお母さんのお話です。炎の中で亡くなったお母さんの思い、そして大切な人を失ったご家族の悲しみ、地震で水道管が破裂して消火活動がなかなか進まず助けられなかった消防団の方の無念、それぞれの思いが伝わってきて涙があふれました。美久さんは最後にこう話しました。今防災減災の準備ができるのはこの震災があったから、でも亡くなった方々はみんなの教訓になりたくて亡くなったんではない、今を生きたかった人たちなんです。その人たちの命の上で私たちは今災害の備えができるということを忘れないでいてほしいです。阪神淡路大震災で亡くなった方は6434人、行方不明の方は3人いらっしゃいます。その数以上に大切な人との突然の別れを悲しんでいる人がいるんです。もう二度と同じ辛い気持ちになる方が出ないように、自宅や職場の家具の固定をはじめ今からできる災害への備え、みんなで進めていきましょう。阪神淡路大震災から27年、ネットワーク 1.17 は
被災地の声を聞き、明日の防災を考えます。先週15日、南太平洋のトンガ諸島で海底火山が噴火し、8000キロ離れた日本でも16日未明に津波警報や注意報が発表されました。1メートル以上の潮位の上昇が観測されたところもあります。この噴火について、鹿児島大学准教授で火山学や地震学がご専門の井村隆介さんに電話でお話を伺います。井村さん、おはようございます。はい、おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回の噴火、衛星からの映像を見てびっくりしました。はい、そうですね。まあ、この100年ぐらいだと多分地球全体で起こった中でも一番大きな噴火かもしれないなというふうに思ってます。100年ぐらいの中でも一番大きな噴火かなと。はい、これはね、はい、火山島が消滅したんでしょうか。そうですね、結果的にですね、その噴火前に撮られてた衛星写真とですね、はい、で今撮られた噴火後に撮られた衛星写真を比べると、まあ、島がほとんどなくなってるっていうようなことなので、まあ、吹き飛んだのか、それとも大きな噴火が起こって、陥没してその下に入ってしまったのかっていうようなことですよね。まあ、陸地が失われたことは間違いない。はい、それだけ大きな噴火、私も経験したことがないので、はい、なんかもう本当にびっくりとしか言いようがなかったんですけども、はい、かなり煙も出てました。噴煙の高さはどれぐらいだったんでしょう。はい、そうですね、気象庁は16キロというふうに言ってるんですけれども、はい、まあ、いろんな研究者のデータというか、まあ、情報を照合するとですね、大体30キロぐらいは噴煙が上がったんじゃないかなというふうに考えられています。30キロも上がっていたんですね。はい、火山灰もかなり降りましたよね。そうですね、まあ、そばからの写真っていうのはもうあれぐらい大きくなるとなかなか撮れないんですよね。で、人工衛星から見てるのが、まあ、一番詳しくわかるっていうようなことだったわけです。で、噴煙の高さも30キロぐらい上がったんですけれども、その広がりですね、非常に短い時間の間に、まあ、本当に、半径300キロとかっていうようなものすごく広い広がりを持ったわけですよね。まあ、これはもう本当に、近畿地方が一瞬で覆われてしまうぐらいの大きな噴煙の傘ができたので、その下はものすごいたくさんの火山灰だとか、いろんな噴出物積もってるんじゃないかなと思ったんですが、はい、映像を見るとですね、意外と積もってないんですよ。そうなんですね。はい、噴火の影響よりもむしろ津波の影響の方が被害は大きいなっていうのが、まあ、本当にいろいろ想像してたところからの実感ですよね。津波被害の大きさはどのようなものだったんでしょうか。そうですね、まあ、現地の写真を見るとですね、でも、もちろん海岸沿いの、住宅とか流されているものもあるんですけれども、そんなに奥の方までですね、瓦礫が入ってるとかっていうふうな様子には見えないですよね。で、僕なんかも東北の、津波の後の調査とかっていろいろしてるとですね、もう本当に激しい津波だと家も流されて、もう道路とかも瓦礫だらけ で木も倒れるとかっていろいろあるんですけれども、こうやって見てるとですね、海岸沿いの、家とかも残ってるものもありますし、はい、その船が、陸上にすごく打ち上げられてるとかっていうのもあまりないので、うん、まあ、津波で高いのが来たので、住めなくなったお家とかは多いと思うんですよね、床上浸水とかになって、はい、だけど本当に人的な被害っていうのはその津波の規模からするとあまりなかったように今のところ見ています。ただまだ現地の状況分かりませんので、うん、それを待って心配しているところでもあります。遠く離れた場所のことではなくて、この8000キロ離れた日本でも津波警報と注意報が発表されましたよね。日本では鹿児島県の奄美市で最大の潮位上昇 1.2 メートルということなんですね。で、まあ、はい、今津波という言い方をしてましたけども、これ、はい、津波ではないんですか、どうなんでしょう。津波と言っていいと思います。いいむしろ、はい、津波とかあるいは高潮とかっていう言葉が日本には昔からあってですね、でそれに対して今いろいろ研究者とかが、
定義していって、で、その定義からすると、うーんっていうような感じですので、むしろその定義よりも、その実態に合わせた表現をした方がいいと思いますので、うん、これはもう僕は津波でいいと思います。うん、言葉としてはですね。うんうん、で、私たちは地震に伴う津波っていうのは、まあ、東北の地震も含めてですね、たくさん経験があってですね、はい、データも揃っていて、気象庁もその地震があった時もですね、すぐにそのこの地震による津波の心配はありませんとかっていうような情報出ますけれども、はい、火山噴火っていうのは、さっきも言いましたように、今回の噴火っていうのは本当に数百年に一回あるかないかっていうような感じの大きな噴火だったので、はい、その影響が日本に来るかどうかっていうのも気象庁のでよく分からなかったんですよね。で、今まで通りの地震と同じような考え方を持って判断すると、まあ、若干の潮位の変化はあったとしても、被害を出すことはありませんということだったんですけれども、はい、まあ、時間を追って見てるとだんだんこう潮位の変化が大きくなってきてですね、奄美と、岩手県沿岸ですよね、そういうところに警報が出たということになります。だから最初気象庁が一旦津波被害はないと発表していたのに、その後警報を出したということになったんですよね。はい、ね、やっぱり経験がありませんでしたので、うん、そのあたりは仕方がないと思うんですよね、うんうん、でまたタイミングが悪いことに、その注意報警報に切り替えた時間がですね、本当に真夜中だったので、そうですよ、ね、冬の真夜中だったので、本当にその避難される方にはですね、暗い中、寒い中で、しかももう不安でいっぱいっていうようなことになってですね、本当にその、避難するという体力もそうなんですけれども、その精神面でもですね、きつかったんじゃないかなというふうに思います、うん、岩手県の津波警報が出たのは午前2時54分でした、はい、で当時岩手県ではマイナス2度のところもあったと聞きました、はいはい、こう想像すると、もう冬の真夜中こんな寒いマイナス2度で外に出て、はい、しかもね、みんな寝てるのに起こしてですよ、はい、避難するってなると、やっぱ歩いて避難するのは大変やし、はい、車でってなる方多かったんだろうなと想像します、はい、実際に鹿児島県奄美市などでは高台へ避難する人の車で渋滞していましたよね。はい、でこの辺りもですね、まあ、気象庁が変えたタイミングは良くなかったんですけれども、でも現実に即すとですね、はい、そういうことがやっぱりあるんだっていうことですよね。海辺に住んでらっしゃる方は、やっぱり地震が起こる、津波がやってくる時刻っていうのは予測不可能ですので、はい、真夜中に叩き起こされて、まあ、今回はまだ雪とか本当に激しい気象条件じゃなかったかもしれないんですけど、もっと激しい気象条件の時にもこういうことはあるかもしれないっていうふうにして、そうですよね、やっぱり訓練とかをしておかなければいけないんですよね、うん、だからおおよそその東北で地震があった後、特に岩手県の方々も含めてですね、地震津波最悪を想定してっていろいろ訓練もされてたと思うんですけれども、はい、実際にはですね、こう雨の日はちょっと外の訓練やめちゃおうかとか、うん、朝早い日はやめちゃおうかとか、あるいはちょっと今コロナだからやめちゃおうかとかって言うかもしれないんですけど、ね、実際にこのコロナの状況で避難しなければいけないという状況が生じてるわけですよね。そうですね。そう考えるとやっぱり 3.11 以降あれを忘れないっていうふうにやってきたけれども、一方でちょっと訓練のための訓練になってた部分があるんじゃないですかっていうことを、やっぱり研究者としては問いかけておきたいなというふうに思います。皆さんの気持ちが、かなりやっぱり行きにくいよね、寒いよね、暗いよねっていうのはあるんですけれども、はい、一方でそういう状況に置かれることもあるんだっていうことは知っておいていただきたいなというふうに思います、うん、実際に避難した方たちもやっぱり行動したからこそ分かったことがきっとあるんですよね、はい、たくさんあると思います。はい、船が転覆したとか、あるいはイカダが流されたっていうような被害はあったんですけれども、はい、幸いにしてですね、人的被害ですよね、まあ、ちょっと慌てられて転んで怪我されたとかっていう話は聞いてたりもするんですけれども、はい、基本的にはその命が奪われるっていうことがなかったわけですよ、はい、でだけどここでそのやっぱり夜の避難だったらどうか、冬の避難だったらどうかっていうような、あるいはもう奄美なんかでもその車で避難して渋滞が起こってしまったっていうことを、ある意味でこれをちゃんと教訓にしてですね、はい、次そうならないようにすれば OK なわけですよね、うん、そういうふうに、まあ、実践的な訓練を一回自然にやらせてもらったんだっていうふうに思っていただければいいのかなというふうに思います、うん、
井村さんは火山学や地震学がご専門で、こういった、はい、あの車避難についてもね、はい、皆さんに話されていますけども、はい、改めて今回車避難についてどう考えられましたか？はい、そうですね、あの逆に、まあ、東北で地震が起こった後ですね、その車での避難とかっていうことに対しても、東北で実際に車で避難してですね、渋滞に巻き込まれて、命を落とされた方っていうことがたくさんあったので、はい、で車での避難についても、基本的には徒歩での避難ですよと、うん、でだけど、まあ、全員が徒歩でないといけないっていうわけではなくって、そういうハンディキャップがある方だとか、やっぱり、はい、災害弱者と呼ばれるような人たちは車でもいいんですよっていうのが、実はそれが東北の教訓だったはず で、はい、でそれを僕はこの11年やってきたはずなんですけれども、やっぱり渋滞してしまったっていうのは僕としてはかなりショックです。今までずっと一般の方々に呼び続けて、あの訴え続けてたはずなのに、それが、津波の怖さは伝わってたんですけれども、うん、逃げられたので、だけどその避難の仕方までなかなか伝わってなかったんだなっていうのを僕自身は感じてですね、これからもやっぱり訴え続けなければいけないというふうに思いましたし、はい、皆さん自身もですね、あの我がこととして、僕があんなこと言ってたではなくて、自分だったらどうしなければいけないかっていうことを考えていただきたいなというふうに思いますね。うん、実際に私も井村さんをはじめいろんな方から、この車で避難するのは危ないということで、はい、あのこのねハンディキャップを持っている方とか、お年寄りの方、はい、妊婦の方、うん、あの本当に限られた方が車移動をするっていうのは分かってるんですけど、はい、でも実際にね、もう怒ってしまったらパニックになってしまって、寒いし夜中やし、うん、でやっぱり外にずっといるって思ったら、徒歩じゃなく車で移動しようと思った皆さんの気持ちもすごく分かります、はい、分かります、非常によく分かります、うん、だからこそ呼びかけときながら、うん、この状況で避難するのは辛いよね、うん、でそのこの辛さをある意味で伝えられてたかどうかですね、はい、辛くってもやはり徒歩で避難しないとこういうことが起こってしまう。そうなんですよね。ハンディキャップがあるような人たちが逃げ遅れてしまうっていう事実が起こることが、うんまあ、本当にもうつまびらかになったわけですから、うんはい、やはりこれを教訓にすることが一番大事だと思います。そうなんです。だからこそ避難訓練の大切さを実感しましたので、と自分自身の戒めにもなりました。はい、そう、あの避難所であのこういう寒い時だと毛布1枚じゃやっぱり足りないよねとかっていうようなこととかですね、そういう、まあ、行政の人たちもですね、あの気づいていただいて、いろいろ次に、ちゃんとうまくいくようにしていただくっていうのが、いいことだというふうに思います。はい、でこの今回トンガ諸島で8000キロ離れた場所で海底火山が噴火して、はいはい、この日本に津波が押し寄せてきました。はい、これはなぜだったんでしょう？そうですね、あの火山噴火であの津波が起こるっていうのはこれまでにも知られてたわけですよね。あの例えば、日本で一番記録に残ってる大きな噴火の災害っていうのは島原大変肥後迷惑って言って、あの江戸時代にですね、あの雲仙普賢岳が噴火して、その直後に地震が起こってですね、でそれが、有明海に流れ込んで対岸の肥後の国ですね、熊本県の沿岸に津波で大きな被害を出したっていうのがあります。ということで火山の噴火で津波が発生して、でそれが広い範囲に影響を及ぼすっていうのはこれまでにも知られていたんですよね。で今回のタイプがどういうタイプかっていうと、それについては議論があるところですけれども、大きな火山噴火があれば海外のその地球の反対側で起こったものであってもですね、被害を及ぼすような津波がやってくるんだっていうことを皆さんには知っておいていただきたいと思います。うん、これはなぜこの潮位が上昇したんですか？あの一つはですね、もう、トンガの国々を襲ったような、まあ、本当に火山のそばで起こった、多分山体が崩壊したり、あの山そのものが、へこんでしまったりっていうようなことに伴って海面が変化したことによると思います。でさらにですね、日本に来たもので気象庁が一番悩んだところは、本当はそういうものだけの津波がやってくると思ったのに、うん、今回は大きな爆発が起こって、その爆発によって空振ですね、はい、まあ、ある意味で空振りって書くんですけれども、うん、空振ですね、その空気の流れがあってですね、それによって波が引き起こされて、でそれがまず日本にやってきて、その後、まあ、全体の
トンガを襲ったような津波と同じようなものが一緒にやってきてですね、変化が大きくなったというふうに考えていますけれども、そのあたりもまだわからない部分もたくさんあります。まあ、これは火山ですからね、また起こるかもしれないですし、引き続き備えなければいけないなと思います。はい、さらに遠くの災害やから関係ないじゃないですからね、皆さん。そうですね、チリ地震ですね、1960年のチリ地震津波です。南米のチリ沖で起こった地震なんですけれども、その津波がですね、24時間ぐらい経って日本の沿岸で大きな津波被害をもたらしたっていうのがあります。だから東北の地震津波の一つ前の大きな地震、津波被害っていうのはそのチリ地震津波なんですよね。だから地球の反対側で起こったことでも災害になることがあるんだっていうことを知っておいていただかないといけないというふうに思います。まだまだ聞き足りないことがたくさんあるので、ぜひまた井村さん、今後もどうぞよろしくお願いいたします。はい、またよろしくお願いします。今日は鹿児島大学准教授、火山学や地震学がご専門の井村隆介さんにお話を伺いました。井村さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。自然災害はいつ起こるか分かりません。だからこそ私たちは今備えなければいけないんですよね。今日の冒頭でご紹介していました語り部の米山美久さんが話されていた言葉が今改めて深く胸に刻まれています。今の私たちが防災減災の準備ができるのは、この阪神淡路大震災があったからです。でも震災で亡くなった方々は、みんなの教訓になりたくて亡くなったんではない、今を生きたかった人たち、私たちはその人たちの命の上で備えができているんです。ネットワーク 1.17 では今夜特別番組を放送します。この1年間番組で取り組んできた盛り土の問題がテーマです。去年7月に熱海市で発生した土石流は多くの人の命を奪いましたが、このような盛り土の崩壊は全国各地、私たちの住む近畿地方でも発生しています。阪神淡路大震災の時にも起きていたんです。盛り土の崩壊の原因と対策について専門家とともに考えます。ネットワーク 1.17 スペシャル盛り土崩壊は今日1月23日日曜日夜8時からです。皆さんぜひお聞きください。